皆さん、グンタク、お元気ちゃん、アブルミオだ、よい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 よ、いやー、お元気ですか。みんな元気にしましたか。僕はね、昨日3時間ぐらいしか寝てません。いやーね、赤ちゃんがね、うたくんがね、やっぱりそのお腹にいた時も日中はそんな態度を感じなかったんだけど、なんか10時頃ベッドに入った頃からなんかお腹の中でもすごい動いてて、今も日中はね結構静かに寝てくれることが多いんだけど、夜中になるともう元気。めっちゃね、なかなか寝ないね。だからずっとこうやって頑張ってね、あやして寝かすんだけど、そんでそーっとね、これをさ、結構腕もきついね。これをね、30分、20分、30分ぐらい続けるわけよね。こうやって、そんでだんだん目を閉めていくわけよ、閉じていくわけよ。そんでそーっとね、置くとね、最初10分ぐらい、あ、寝たかなってなるんだけど、10分ぐらい経つと、また泣き出しちゃってね。でもその泣き声もまた可愛いんだけどね。うん、だから元気だけどちょっと寝不足なブルちゃんでございます。てなわけで、今日はアルバムみんなのウターズの最新情報をちょっとまとめてシェアしたいと思います。だったらだだ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 。まず聞いてくれましたか、僕の新曲超普通なラブ。これなんかちょっと僕本当に他の曲は全部チューンコアを通してアップしてたんだけど、配信これマジで忘れちゃってするね。今日するんで、多分まあ日曜日ぐらい、月曜日遅くて多分配信でも聞けるようになるんで、その時聞いてね。ですごいなんか評判結構良くて、これミュージックビデオ作ってよっていうコメントもいくつか見かけたんだけど、僕も最初にミュージックビデオ作ろうと思ったんだけど、今結構自分一人であんまり人にコロナだから会わないように活動してて、ちょっとこれをなんか一人で撮るのなかなかきついなって思って、あ、でも待ってよ、これみんなの歌じゃんって思って、じゃあみんなでミュージックビデオ作っちゃおうよって考えついたのね。そしてそれどういうことかというと、まあこれ一応超普通なラブで、まあ一応ラブソングではあるんだけど、なんか自分の大切な人、まあそれがペットでもいいし、おばあちゃんでもいいし、親でもいいし、兄弟でもいいし、友達でももちろんいいし、もちろん恋人でも奥さんでもいいし、自分の子供でもいいし、まあなんだろう、自分の空気入れたに、なんか架空のそういう彼女でもいいよ。もしそういう正義の人がいたらね、愛車だっていいし、とにかく自分の大切な人との映像、まあ写真でもいいけど、できたらなんか映像、その横できれば縦じゃなくて横向きの映像で募集します。このメールアドレスに送ってください。そしてまあどれくらい正直集まるのか分かんないけど、もし結構集まって送ってもらえるんだったら、ちょっとそれを改めてミュージックビデオとして、みんなのミュージックビデオっていう形でまとめてアップ再アップしちゃおうかなって今思っています。てか今編集してて気づいたんだけど、全然大してその動画募集しますって言っても、全然その内容のことについて全然触れてなかったんで、やっぱ寝ぼけてるみたいでね。要は内容としては、
なんだろうな、その仲の良さが伝わってくる感じ、その一緒にその歌にノリノリでダンスしたっていいし、その歌詞を一緒に歌ったっていいし、まあ別にそのなんだろう、旅行行ってた時のそのなんかイエーイみたいな映像でも全然いいし、なんだろうな、でもどっちかというとそのなんか六本木でデートみたいな感じよりは、そのすごい日常的ななんか普段の幸せがにじみ出てくるような、どんどんそのクリエイティブになる分には全然クリエイティブになってもらっても、全然いいし、ちっちゃいアニメーションを作るでもいいし、あ、もちろんね、動画嫌だっていう人は2人の、まあ、別にすごい友達で3人4人5人の仲良しグループだったらそれでも全然いいし、あとその思い出の写真とかでももちろん全然いいし、動画だけじゃなくてね、まあできたらね動画いいんだけど、じゃあ動画と写真どっちもとかいうパターンでもいくらでもいいから、もうそう、まあ一応4分以上ちょっとあるから、結構多分埋め込むところはたくさん出てくるから、もうどんどんちょうだいどんどんちょうだいで、ちなみに締め切りは、じゃあ今から1週間後、12月25日まで送ってください。では本編のビデオへ戻ります。そして次のテーマ、そう、ジャケ写ね、アルバムのジャケ写、結構前にそのジャケ写をみんなにいくつか応募していただいたんだけど全部良くて、あとじゃあどうせならみんなに決めてもらおうっていうことでみんなに決めてもらったのが結構前で、実はジャケ写決まったんですよ。歌ってるとドドドドってると、なんとアルバムみんなの歌ーズのジャケ写はこれです。ドッカーン、バッコーン、ウフフフ。いやいいよねこれね。そんでこれを作っていただいたシャットイルストレーションズさんが、うたくんが生まれてきてくれたっていうことで、じゃあ急遽このアルバムのジャケ写にもうたくん入れないとねっていうことで、なんと歌くんバージョンも作ってくれて、これもすごいいいから、やっぱこれにしようかなと思って、実はアルバムジャケ写はこれです。だったらだバコンドカン、ウォーイエーかわいいでしょ、すんごい優しいなと思って、本当にありがとうございます。他のね皆さんも本当に素敵なジャケ写を送っていただいて本当にありがとうございます。マジで感謝してます。そして3つ目に今日アルバムについて言いたかったことが、みんな一番最初にその曲名を募集したんだけど、みんな全然曲名その時だけじゃなくて今でも募集中だからね結構今何曲作ったのか、 4、5曲ぐらいかな作ったんだけど、まあ自分の中で本当に気に入ってたやつは作ったかなって今思ってます。なので今日改めてこのビデオのコメント欄にこんな曲作ってほしいっていうリクエストでもいいし、またこんなぶっ飛んだタイトル、ぶっ飛んでなくてもいいけどこういうタイトルの曲名をお願いします。皆さん書き込んじゃってください。どんどん自由に、もう発想自由にして、そして僕がまたちょっと探し出して、そっからまたピックアップして曲を作っちゃうんで、全然まだ募集中なんでよろしくお願いします。どんな感じかな、そんな感じかな、そんな感じかな、そんな感じかな、うん、そんな感じってな感じで、改めて応援いつもありがとうね。クリスマスも近くなってきたけど、みんな寒いけど、くれぐれも体にも気をつけてね。うちらもすごい
やっぱり赤ちゃんいるんで気をつけてるんで、多分いろいろ大変な時期ですが、みんな一緒に頑張りましょう。みんなの歌うずまだまだ続くよ。イエーイ、ポッポコボポッポッポッポ。寝不足で今日は謎にテンションの高いブルちゃんでした。イエーイバイバイキーン